こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。先ほど5ちゃんで、神奈川県民だけど正直東京ってダサいよな、というスレを立てました。対立煽りは世界ランカーのたしなみ、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。踊る方、指名手配中のマフィア、ぐるぐるストリートビューに移り逮捕。ストリートビューにとんでもない人物が映っていたようです。シャワッキーのガミーノ61歳は、イタリア・シチリアのマフィアのボスでした。1989年、敵対するマフィアとの勢力争いの際に誤って、一般人を殺害し指名手配されます。肩身を転がしちゃダメだよ。抗争なのに草も生えない。誰馬。その争いでは200人以上が犠牲となったり、自分の邪魔をする判事を爆破テロで暗殺するなど、極悪非道な彼。その子ガミーノはスペインに逃亡するも、9年後の1998年に逮捕。殺人以外にも様々な罪を犯していた彼は、終身刑が言い渡され刑務所に投獄されます。よし、これで世界ランク上がるな。マフィアの投獄まで世界ランクの糧にするな。しかし2002年、刑務所で面会に来ていた囚人の親族に紛れて脱獄してしまいます。それ以降ずっと雲隠れしていたガミーノ。イタリア警察は威信をかけて彼を捜索しますが、なかなか尻尾を出しません。イタリップさ、まんまと犯人を逃した挙句、それを捕まえられないとか恥ずかしくないのかい？アンチオツ、イタリア警察は某県警察みたいに、慰安旅行の積立金を着服したり、覗きや集団挨拶もしないから。しかし事件は思わぬところで進展します。そう、グーグルストリートビューに彼が映っていたのです。この画像の、話し込んでいる白いシャツの男こそ、指名手配されていたガミーノ。警察はこの情報をもとに周囲を調査。するとこの青果店近くのレストランに、ガミーノらしき人物がシェフとして働いているということを突き止めます。どうやらガミーノは、マニュエルという偽名を使い、結婚し家庭も持っていました。マフィアから足を洗った彼はレストランを開店。オーナーシェフとして厨房に立ち料理に情熱を燃やしつつ、地元民に新鮮な野菜を販売する八百屋も営んでいたようです。つまりこの映ってるマフィア、お客さんじゃなくて店主として店頭にいるのか。当人曰く、ここ10年ほどはイタリアの家族にも連絡を取っていないのに、なぜ場所がわかったのか？と、首をひねっているようです。ネット民の反応は、顔が見えないのによくわかったな。マスクしてればまだ逃亡していただろう。ブラボーグーグル。オッケーグーグル。等の意見がありました。それにしてもストリートビューで犯罪者が見つかる時代なんてすごいですね。ちょっと怖さも感じちゃいます。はっはっは、大丈夫だよ。私たち善良な一般市民には実害はないさ。でも、富士山を我が物と主張する山梨県民。貴様らの罪はグーグルマップとテント様がしかと見てるからな。震えて眠れ。対立煽りして世界ランク上げてる奴の罪も視聴者がしかと見てるからな、自覚しろ。それでは最後に謎かけを。マフィアとかけまして、あいうえを、さしすせそ、たちつてと解きます。その心は？どちらも、危険、家業。ご視聴ありがとうございました。